これまで中日ドラゴンズに長く貢献してくれていたベテラン3選手の引退が発表されましたのでご紹介していきます。引退が発表された選手1人目が大野翔太選手、36歳。2018年に FA で日本ハムから移籍したキャッチャーです。この時はまだ中日ドラゴンズ正捕手と言えるような選手が固まっていなかったですから、 FA で大野選手が加入するということですね、キャッチャーが固まってかなり強くなるんじゃないかと、この時はかなり話題にもなりました。中日ドラゴンズでは最初の年結局63試合の出場、打率が1割9分7厘と思ったような成績が残せなかったんですけれども、結果的にはこの成績、出場試合数っていうのが中日ドラゴンズではキャリアハイというような成績になってしまいました。2016年日本ハムでの数値が自身のキャリアハイで、109試合の出場、5本のホームラン、35打点、出塁率3割3分4厘、 OPS が 0.678 という成績になっています。これぐらいの成績が中日でも期待されたんですけれども、なかなかこういった成績は残りませんでした。通算で見ていくと907試合の出場、打率2割1分4厘、ホームラン31本、168打点、出塁率2割9分1厘、 OPS 598という成績ですね。打率に対して出塁率がかなり高い印象がありまして、 OPS もキャッチャーとしては9大点というような成績が残っています。今シーズンに関してはオープン戦で10打席以上経ってヒットが出なかったりとか、肩を中心とした衰えっていうのが顕著となってしまいまして、1軍では未出場、2軍でもあまり出場試合数は多くありません。大野選手は日本ハムで過去にキャプテンを経験したりとか、キャッチャーとしての性格、そしてキャプテンシー、このあたりが高く評価されてきた選手です。今後はバッテリーコーチなどで残留っていうのを期待したいんですけれども、そうした報道っていうのはまだまだ詳細は出ていないので、今後注目していきたいと思います。では続いて引退が決定した2人目の選手見ていきたいと思います。引退が決まった2人目の選手が福田信正選手、35歳です。先日辻初彦さんがツイートで福田から対談の連絡があったというようなツイートをされていたんですけれども、そういったところで引退も予想されていて、引退の発表ということになりました。横浜高校からドラフト3巡目で指名されたキャッチャーで、プロ今シーズンは17年目と、かなり長い期間プロ野球選手として、そして中日ドラゴンズでプレーをしてくれた選手です。2017年から2019年はまさにレギュラーとして活躍して、3年連続で20本前後のホームランを放って主軸として活躍しました。かなり広い本拠地でなかなかホームランが出ないというようなチームではあるんですけれども、福田選手はその中でも2桁ホームラン、20本前後のホームランが打てると、そういった力強い選手でした。福田選手はキャッチャーとして獲得されたんですけれども、こうした打撃を生かすために野手として、ファーストとかサードとか、あとはレフトとか、こういったポジションでのプレーが増えていきました。2019年がキャリアハイと言えるような数字で、打率が2割8分7厘、ホームランが18本、66打点、出塁率3割5分8厘、 OPS が 0.877 という成績になっています。この 0.877 という成績であれば、現在の中日ドラゴンズであれば、トップというような OPS ですから、これぐらいの成績の選手がもう一人、今の中日にいたらなっていうぐらいの素晴らしい成績になっています。通算で見ると825試合の出場で2割5分7厘、ホームランが109本、298打点、出塁率3割2分2厘、 OPS 0.754 という数値になっています。通算でホームラン100本以上打っていて、なおかつ OPS も 0.7 中盤と素晴らしい成績になっています。プロ野球生活では結構怪我に悩まされたなという印象がありまして、今シーズンも膝の手術のリハビリからスタートして、2軍で結果を残して、なんとか1軍に昇格して、1軍でホームランなんかも放ちました。ただヘッドスライディングの際にまた故障をしてしまい、これが引退の最後の引き金になったのかなというふうに思いますね。まだまだ代打とか、たまにスタメンとか、そういったところで活躍できるんじゃないかというような選手ではあったんですけれども、引退ということになりました。では続いて引退が決定した3人目の選手見ていきたいと思います。引退が決まった3人目の選手が堂上直道選手、34歳です。高校通算55本のホームラン、愛工大名電ではもう本当に甲子園のスターとしてかなりの活躍を見せて、ドラフトの目玉として読売ジャイアンツ、阪神タイガース、そして中日ドラゴンズと、この3球団の競合1位指名を受けました。中日ドラゴンズに入団してから打撃面で大きな花は開かなかったんですけれども、守備力で渋い貢献を見せてくれたかなというような印象ですね。正直4番バッター打ってくれるんじゃないかとか、それぐらいの期待があったんですけれども、いつの間にか守備型の選手に変わっていったと、そしてプロの世界で生き残っていったと、そういった選手です。
2010年はキャリアハイと言えるような数字で82試合に出場して2割6分3厘ホームランが5本、30打点、出塁率3割3分1厘、OPS が 0.706 という数字になっています。ショートのレギュラー格の選手として1年戦って中日ドラゴンズの優勝に貢献したシーズンでもあります。通算で見てみると1000試合の出場、打率が2割2分5厘、ホームランが34本、209打点、出塁率2割6分8厘、 OPS が 0.587 という成績になっています。通算1000試合出場して打率が2割2分5厘とそこまで高い数値ではないんですけれども、やっぱり安定した守備力があったからこそ積極的に起用された、ベンチに置いておくと、かなり首脳陣もありがたいと、そういった選手でしたね。昨年は2軍で好成績だったんですけれども、今シーズンは2軍でも打撃成績が上がらず、打率でいうと大体2割ぐらいという数字になってしまいました。1軍に昇格したんですけれども、わずか3試合の出場で2軍に降格ということになって、今シーズン退団する可能性が高いのかなということがファンからも噂されていました。今後どうなるかは不明ですけれども、できれば守備コーチとして堂上選手の守備のスキルとか考え方とか、こういったところを若手の方々に指導してほしいなというふうに思います。では続いて、まだ引退の報道がない34歳以上の中日ドラゴンズの選手見ていきたいと思います。堂上選手が34歳で引退となりましたけれども、まだ引退報道がなく今後も頑張ってほしい34歳以上の中日の選手です。1人目、谷本選手、38歳、中日で現状一番年齢が上の選手です。1軍では今シーズン呼ばれましたけれども、なかなか活躍はできませんでした。ただ2軍では防御率2点台前半ということですね。今後もなんとか期待したいピッチャーでございます。そして大島選手、37歳、打率2割8分8厘で OPS も 0.6 中盤ぐらいまで上がってきました。若手の選手がレフトを誰を取るんだと、鵜飼選手とかブライト健太選手、久保選手、このあたりが大島選手を追い抜くというところを期待されていたんですけれども、まだまだ大島選手がレギュラーかなというような印象ですね。そして祖父江選手、開幕からかなり重要なポジションで投げていたんですけれども、打ち込まれてしまって2軍降格、再昇格は最近は敗戦処理だったりロングリリーフなんかで投球を続けています。本当に年齢的にも来年どれだけ勝負できるか、ここが重要になってくると思います。そして大野雄大投手が34歳、左肘の手術で8月頃に復帰かというふうに言われていたんですけれども、思った以上になかなか復帰が長くなりそうということですね。来季開幕からなんとかローテで期待したいピッチャーです。そしてビシエド選手、34歳、今シーズンはホームランが2本、打率が2割3分台とかなり苦しみました。来年は日本人扱いになる可能性が高いということですね。今シーズンよりもさらに1軍に残留するためのハードルが低くなりますから、もっと期待したいですね。そしてアルモンテ選手、34歳、1軍でも2軍でも結果を残すことができなかったため、退団が濃厚かなというふうに思います。こうした34歳以上の中日の選手が今後もなんとか中日を引っ張って頑張ってほしいと思います。以上です。